はい、どうもこんにちは、太郎です。今日はシャドウ襲来来ちゃいましたねこちらをやっていきたいと思います。まずは無慈悲な時空の女王行きましょう。どっちも可愛い。さまよう影に救済の結末を。沈黙の霧を抜けた先で一行は女神キュベリルとエイプリルに出会う。キュベリルの口から調律や再編されることなく倉庫を滅ぼしてしまったカワステラーの成れの果てであるシャドウの脅威を再び知らされた一行は、女神の加護を受けたエイプリルと共にシャドウに立ち向かうことに。エイプリル見ましょう。かわいい。新生エイプリルですね。コンボ、攻撃アップ大と、悠久の時、ウェーブが進むたびに与えるダメージ 8% 増加します。結構強くないですか？ただこれ武器があれでしたよね。杖でしたよね、確か。どうなんでしょう、使えるんでしょうか。カオステラの鳴りの果て、シャドウシェリー、めっちゃ可愛いんですけど。こっちは結構ツボです、僕。弱点が光、闇、耐性が闇、ロックスタンになりにくい、呪いにならない。はい。RP を使ってシャドウを探索。前回のグリムノーツで、シャドウ襲来やった人は、まあわかると思うんだけど、あんまり変わんないかな。2種類の時間制限、バトルの制限時間は90分ね。あったね、あったね。レベル50までは絶対倒さないといけないかなって感じがします。育てるためにね。え、なんか多分レベル100を倒したらスタンプもらえるんじゃないかな。やっぱりぬるいの可愛いですね。頑張ってやっていきましょう。はい。混沌を撒き散らし続けた魂は、やがて迎えるべき結末を失い、世界もろとも消滅する運命にある。しかし魂の怨念は消えることなく、再観の影となって霧の中をさまよう。世界に襲来する再観を一つ沈める方法はただ一つ。なんて読むんでしょう、これ。わかんないですね。沈める方法はただ一つ。他の魂と縁がある永遠の力を持って影に救済の結末を与えることの。ここはもしかするとキュベリちゃんの泉だよね。沈黙の霧を歩いてここに出るなんて今回が初めてじゃないかしら。あ、いきなり泉に出るパターン。どういうことだ。初めてかもね。ずっと霧の中を歩いていたはずだ。他に何も見てない。泉だけの倉庫ということだろうか。マジで。そんなわけないよね。今は勘が鋭いね。ひどいです。それじゃあ私が皆さんの迷惑を変える意味ない困った女神みたいじゃないですか。噂をすれば影ですね。なんか女神のことを影。なんだか物は相談なんですけど、結局何かしら他人とはしてくるってことか。ティム、まずはキュベリルの話を聞こうじゃないか。行きましょう。ではまずこちらの子を紹介させてください。出たー、エイプリル、めっちゃ可愛いな。ご丁寧にどうも。それで皆さんには彼女と一緒にあるものを沈めてほしいのです。沈黙の霧をさまよい倉庫に襲来する影シャドウを。なんか影のとはまた違う感じですよね、このイベントは。シャドウは無差別に倉庫に襲来し、大きな混乱をもたらしていく。そして今もシャドウは、当てどもなく沈黙の霧をさまよい続けているのです。まるで失ってしまった自身の運命を求めるかのように。どういうことだ。シャドウは影の塔に閉じ込められているはずでは。もしかすると塔から逃げたシャドウってこと。そういうケースもありますし、そもそも影の塔に幽閉されることなく
ちこち徘徊して破壊を続けた例もあります。エイプレルたちのいた倉庫はカーステラとしたとある人の手によって残されてしまったのです。どういうこと？ここは神聖の祠、沈黙の霧の中にある建物とでも思ってください。そんなところが、エイプリルたちは倉庫を失ってしまった。そのために今不安定な状態にあるのです。皆さんは実感しづらいと思いますが、本来倉庫と運命の書、ストーリーテラーは不可分の関係にあります。彼女らは空白の書の持ち主ではありません。もうこの世界には彼女らが住める倉庫は、そんな。で、そこの彼女は今回のシャドウと縁が深いんだよな。もうエイプリルと縁が深いのはシェリーしかいないよね。私の後輩のシェリーって子なの。なんだと？そう、ユリーシャ。私たち箱庭の王国でいつもお世話になっているよね。確かにあそこ歩いてるのはシェリーだわ。間違いなく彼女のことね。エイプリルっていう名前の魔女と組んでいたもの。エイプリルはシェリーの正体をつゆ知らず、大魔導士ユリーシャに、地図に憧れていたったっけ。あの子ってば、好奇心から魔法のない世界を作ろうとして、世界中にヴィランを召喚し、何もかも破壊してしまったのよ。すごいな、こいつ。なぜ？シェリーやってくれたな。魔女のくせに魔法がなくなっちゃったら、自分の一番の罪がなくなっちゃうじゃない。そうなのよね。あの子何を考えていたのかしら。それで私あわや殺されかけたんだけど、女神様に助けてもらったおかげでどうにかこうにか生きてるわけ。シャドウとは本来迎えるべきであった結末を失った存在です。お願いします。エイプリルと共にシャドウと対決し、シャドウに救済の結末を与えてほしいのです。エイプリル、君はもうシャドウと対決する覚悟ができているんだな。え、もちろんよ。では失礼します。なんだと？すげえ変わった。さすがキュビリエ、新しい力を得た新生エイプリルです。もうキュベリエはさ、そういうなんか変身屋になってもいいんじゃないかな。新しい自分になれるみたいな。今彼女の運命の書からは、運命の記述が失われ、空白の書に極めて近い状態になっています。これでシャドウと同じように、エイプリルも倉庫を渡り歩くことができるようになったというわけです。なんと！さりげなく言ってますけど、実はそれってかなりすごいことですよ。女神パワーは、ガンガン使ってますね。エイプリルが自分の倉庫を失ってしまい、運命の書が不安定な状態にあることを逆手に取った裏技みたいなものですね。スーパー女神パワーと言ってくれてんですよ。えへん。へいへい。どうでもいいって言ったっていいの。要は今までのシャドウと同じく救済の結末を与えてやればいいんだな。もしキュベリエも突っ込まないっていうね。そうですね、エイプリルとシェリーの決着がつけば新しい倉庫が生まれる可能性があります。シャドウがどの倉庫に襲来しているか分かりません。しかしシャドウと神聖ヒーローは互いに引き寄せ合うものなのです。ですからエイプリルと一緒にシャドウを追いかける必要があります。エイプリルの力はまだまだ目覚めたばかり。シャドウに対抗するには誰かの助けが必要です。だからねえねえ、私たちがサポートすればいいんだよね。お願いします。ただシェリーは恐るべき魔導士です。シャドウになったことでさらに手がつけられなくなっていますので、くれぐれもご注意を。エイプリルはこれずっと気づいてないっていうことでいいんですか、そういう設定。それはあまりに彼女を知らなすぎる発言。シェリーワルムとコネクトしたことがある私にはわかる。彼女は薬効の魔法をかけられてて、外見こそ幼いけど、何でもない力を持ってる。ありとあらゆる魔法を極め、過去や未来、想像の世界にすら自在に行ける魔導士ユリーシャ。それがシェリーの正体だもん。
あなたまでそういうこと言うのね。そんなわけないじゃない。あのシェリーに限って。あの子の力なんてたかが知れてるってば。これどうなるんだろうね、この関係は。僕たちはシェリーと直に顔を合わせてるし、あの子たちとことのあるアルシアなら、シェリーのことを把握しているはずだ。そうよ。だから私、全たる事実を語ってるんだけど、エイプリルちゃんにとっては、ただの後輩って以上に考えることはできないみたいだね。評価低すぎでしょ。あらら。そうだね。まあ、エイプリル、そうやってさ、なんか後輩だって思ってるからこそ、まあ、シェリーもちょっと惹かれたところあるって言った。なんか前のストーリーだったわけ、思い通りにいかないこともあるのみたいな。厳しい戦いになるかもしれませんが、皆さんどうかよろしくお願いします。後のことは引き受けた。頑張ろう。なんでシェリーがここまで持ち上げられてるんだよ。私にはさっぱりわからないわ。早く分かって。これでは到底満たされぬ。魔法が目出しになった世界を見ぬ限り、私の渇望は収まらん。シェリー現れましたね。すげえ可愛い。パーティー紹介しましょうか。今回こういう感じで行きます。つゆきちゃんと、光が弱点なのでルートビフィグリーンが裏に入ってます。で、エルノアと桃太郎は、あれですね。吸収用ですね。吸収要員で、シェリーとトラインで、まあ、聖域の攻撃力を上げてるっていう感じです。トラインの武器が、まあ、一応、イニシエの兵法書で、まあ、気持ち、移動速度だけど、これか。ちょっと上げてます。で、なんかトラインと、シェインのこのシューター攻撃力アップ中が被っててもなんか重複してるっぽいんで入れてます。どっちも。で、杖の武器はこれにしてみました。ちょっと属性が雷なんですけど、まあスキルコアで光アップつけといて、会心とコンボ攻撃力アップ大、この2つがねいいかなと思って、ちょっと今回こっちにしてみます。最初ねこれにしようかと思ったんだよね。光効果アップ大だからまあいいかなと思ったけど、 15% でコンボで会心があった方がいいんかなと思ってちょっと武器変えてみてます。こんな感じですね。でエルノアと桃太郎の AI は、こんな感じにしてます。前回とね、変えてないです。HP が 50% 以上の味方を追いかける、攻撃力が一番高い敵、待機にしてます。これで多分、守ってくれるんじゃないかな。行ってみましょう。最初だからすぐ倒せると思うんですけど。これシャドウに攻撃、シャドウの攻撃に使用する RP を決定してください。何1でいい。とりあえず RP によって与えるダメージ変わるのかな。あ、いきなり霧が出てきたぞ。みんな気をつけて、あの子の気配を感じるわ。シャドウの出ましってわけね。魔力を感じる。わしが欲する世界の実現を拒む者は滅ぼし尽くしてやってくれるわ。うわぁ。あいたたたた。死ぬ虫をついちゃったわ。でもやった。やったのね。あー、この感じなんでしたっけ。時間光の魔法は大成功。いよいよ私の冒険がここから始まる。ユリーシャ様、待っていてください。このエイプリル。必ずあなたを見つけ出して、これ昔のイベントと全くしてさ、
じゃあごめんなさい、あなた大丈夫なの？現れるなり足を尻に引き寄って、最近のお会の時たらぶつぶつロリババアってやつですね、これ。わしか、わしはユリもとい、シェリーじゃ。なんで、言いかけた。んー、いい名前ね。私はエイプリルっていうの、よろしくね。ところでお主、どこから来たのじゃ。よくぞ聞いてくれたわ。私ね、未来からやってきたの。その格好からして、あなたも魔女と見たわ。確かにそうじゃが、どうかしたのか。大魔道士、ユリーシャ様がどこにいるか知らない？私、あの方の弟子になるためにやってきたのよ。さあな、知らぬ。なんでさ、私がユリーシャって言わないんだ。なんだ、そっか。でもまあ、あなたみたいに小さな魔力しか持たない子にとっては、今のお肉だし、知るわけないわよね。ひどいね。ここで会ったのも何かの縁です。今後は私を魔女の先輩として頼ってくれて構わないわよ。ああ、人の話を聞かぬ子じゃのう。まあよい、しばらくの間は黙って、ままごとに付き合ってやるか。今のって、チャドの記憶だよね、多分。今のはあの時、あの子と初めて会った時の私だわ。見つけたぞ。おっとと。冷静に、動揺したチャドの思うツボだ。これも記憶の中の世界、なのかな。でもチャドは一体どこに。シェリーそこにいるんでしょ。出た。こんなところにおったか、ちらつば。未熟者とはいえど、お主も魔女の端くれ。わしが目指す世界には不要じゃ。さあ、覚悟するがよい。え？シェリー、あなた何言ってるの？魔女としての実力は、悩んだから、魔法をこの世から消したいと思ったってこと？さすがに引くわ。もう噛み合わないね、全然。私がきちんと指導してあげるから、圧倒に修行し直しましょうよ。バカは死ななければ治らん。血圧バカよ。よって、お主は死なねばならん。ああ、なんてこと。怖い後輩との対決は避けられないのね。もともと聞き分けのない子だったけど、さらに聞き分けがなくなっちゃってるし、仕方ないわ。みんな一緒に戦って。ああ、それで行こう。考えてみれば、これまでのシャドウがすんなり救済の結末を受け入れた試しがないな。とにかく彼女を打ち負かすしかない。賛成。頑張りましょう。このわしが直々に引導を渡してやる。シェリー、あなたは私が止める。一つ、揉んでやろう。揉んでやろう、かわいいね。ちょっと打ちましょう。やっぱ真ん中寄りましたよ。お母様の分まで幸せになるよ。ちょっとあっという間だったけど、参考にならないな、これじゃ。またシャドウが強くなってきたらやっていきましょう、いろいろ。はい、じゃあまた続き頑張ってやっていきたいと思います。挑むとするかの。切り、さてはまたシャドウだな。戦うごとにだんだん強くなってきたし、張り合い続けるの大変だよね。結構大変。マリクの気配見つけたぞ。シェリー、そこにいるの？なにこれ。うお、あ、記憶ですかね。ふむ、とりあえず図体でかくて少しこ強そうじゃの。落ち着いてる場合じゃないでしょ。どうしましょう。お前はもうちょっと落ち着け。これ見ろ。多少遠回りでも怪物の出没情報がない街道を通っていこうとわしは言ったのに。今更そんなこと言っても遅いでしょ。そんなことより何とかしないと。そう慌てふためくな。こちらの病は向こうにも伝わってしまい、ますます増長するぞ。絶対絶命のピンチだわ。でも何とか後輩を守らないと。おー、4月ばっか、わしの話聞いてるか。こういう時、私が尊敬する大魔道士、ユリーシャ様なら、どういう行動をとるかしら。うん、そうよね。こうなったら、最大の奥義魔法をぶつけて、お引き取り願うしかないわ。
魔法を使いますか。万物の根源たるマネ、我が求めに応じて破壊をもたらす地下地下うおーやーキュー倒れたやれやれ、白い目を向いて気絶しよってから魔法使えなかったんだね。まあそう生きりたたんでもよい、すぐに終わらせてやる。長々と栄翔などせずとも、あれおぉ。強シェリ強。奥義魔法など使わずとも、落ち着いて対処すればなんてことないのにの、見た目に惑わされるとは、まだまだじゃな。おい4月バカ、そんなところで寝ていると風邪をひくぞ。ん？シェリ、無事なの？あ、この通り、ピンピンしておる。一体何がどうなっているの？ああ、まあそのあれだ。お主の奥義とやらが遅れて発動して、あの怪物はそれを食らってぽっくり生きよった。優しいね。ああ、おかげで命拾いした栄養よぞ。そっか、私、後輩を守れたんだ。いやー、私っては、全然捨てたもんじゃないな。まったく世話の焼ける先輩じゃ。またシャドウの記憶が流れ込んできたよ。え、どういうこと？あの大きな怪物って、私の奥義魔法でやっつけたはずじゃ。どうかしら、さすがに少しは悟った？みんな気をつけろ、シャドウが現れたぞ。4月ばかり、4月ばかりに味方する大バカどもよ。このわしが求めて始末してくれよう。待って、シェリー。まだあなたは魔法を根絶やしにするかとか、そんなこと言ってるの。考え直してちょうだい。生活を便利にしたり、道を切り開いたりと、魔法は人にとって有益なものなはずよ。うん、確かにそれはその通りだ。だが、それによって全てに不自由しなくなれば、一体どうなると思う？たまにはその中身のない、少ない、中身の少ない脳みそを振り絞ってよく考えてみよう。そうね。みんな幸福になるんじゃない？きっといい世の中になるわ。ほら見なさい。やっぱり魔法は必要なのよ。はあ、なるほど。よくわかった。お主のような半人前には深すぎる質問だったということかな。もはやこれ以上の問題は無用だ。さあ今度こそケリをつけるとしよう。どういうことなの、シェリー。今の回答じゃ納得できないってことなの。ドライプレル、そういうのは後回しにして構えてちょうだい。一つ、揉んでやろう。行きましょう。よっしゃ。ここで落ちたからですね。エルノーがちょっと後ろ向いちゃうなぁ。あなただけでも。いかん。怖いよ。あーっと。下手だ。あ、これならいける。奥義魔法唱えてますね。今。なんだかんだ、なんかシャドウと戦った時の90秒楽しい。待った、探索するか。レベル20。これ RP に残ってるんで、に使ってみましょう。ダメージが2倍になるとかかな。揉んでやろう。どうなんだろう。RP に使ったら
今なんか書いてた？もしかして。あ、2回復してる。わからん。レベル23、倒しに行きましょう。これで使い切れましたね。結構順調にいくな、今回。一つ、揉んでやろう。倒せるかな。やめて！結構倒すよ、ちゃんと。食が取れたら、行きましょう。ギリギリ攻撃が届く。届かないな、ここだと。あとブッパでいけるかな。オッケー。お母様の分まで幸せになるよ。あ、進化だ。かわいい。はい、ということで、まあこれくらいにしておこうかなと思います。またね、ストーリーとか進んでいったら録画したいと思います。では頑張っていきます。